1位について、よーい、こんにちは、佐藤ちんです。あれ、運動会なんすか？え、そうなんすか？今何月っすか？5月っすよね。なんでわかんないっすか？僕もわかんないっていうか、あれだけど。ほぼ朝一、久々ですね、というか初めてレベルです、こんな早いの。一体取りやすいのか、今日も挑戦していきたいと思います。レッツゴー、入店。そういえばちょっとスルーしちゃったと思うんですけど、最初のなんか、うんみたいな、何だったんですか？噛んじゃった。そう、噛んじゃった。噛んじゃった。こんにちはを噛んだんですか？そう、こんにちは。って言っちゃったね。絶好調です。始まりました。ということで、回転企画1万円分で何個取れるかチャレンジやっていきましょう。呪術廻戦、龍巻トゲ先輩です。なんか呪術廻戦のキャラって、鼻とか口とか隠しがちなんですよね。隠しがち、目とか、目とかね。まあ呪術廻戦のお話になるけど、はい、いろいろと制約、自分に制限をかけることによりその分強くなるっていうものがあるんだよね。なるほど。入巻先輩に限っては自分の発言を制限して、その分発言した時に強くなるっていう、その効果が。へー。だから鮭とかおかかしか言わない。敵に動くなって言えばこう瞬間的に動かない。すごい。こういう素敵な犬巻先輩です。こちら誰だ？サネミ。正解。名字は名字、名字品津川。正解。不思川じゃないですか。不思川じゃない。奇跡がこちら。あら、いやでも無理でしょ。もうやるんでしょ。この瞬間がドキドキだね。両替キープも行いますか？強いぞこれは。いやどうする、奇跡よこれ。キャッチボタンあるね。両替キープも行いますか？あー持っちゃったよ。いいよいいよ。おー、どうやさどうやさ。冷めました？目が、はい、冷めた冷めた。おお、我慢してたからね。やっぱりアンパンマン。カバオくんがなんかヤバいやつになってんじゃん。お願い。てて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 本当に狙い通りにできたかも。いやー取れたと思ったからね、ショック。両替キープ行いますか？ね、ティッシュコマね。あのアンペンマン欲しかった。奇跡が起きるかもしれない。お願いお願いお願い。両替キープ行いますか？モーニング入ってるよ。ダメおーっと、仮面ライダー0150周年。めっちゃ幅狭くない？デザ君、仮面ライダーで何が一番好き？響き。響きさんは誰が演じてますか？あれだっけな、星野さんじゃなくて。チンチンって細川さん、ちげえや。細川たかし、細川茂樹。にわかわ出ちゃった。なんで聞いたんすか、じゃあ。いや、誰が一番好きかなと思って。ああ、なるほど。
響きに出てくるディスクアニマルっていうのがあるあーあったそうそうそうあれめっちゃさ高級じゃない今となってはそうなんですかうんかわいいと思ってディスクアニマルディスクアニマルとかあとはオーズメダルとかそこら辺はなんかもう人気だよねなるほどオーズは知らないですね、うん、まあ世代ではないんですけどねあ、響き、はい、これ撮れたらすごくないすごい50周年を押すからの左アームで引っ張ってあー惜しいな今あきっとガチ勢の方も惜しいって言ってくれてると思う画面の向こう側でお願いしますよし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 すごい仮面ライダー01ドライバージェイソン君、一番仮面ライダー誰が好きですか？響きですね。本当はそうなんですね。はい。変身ベルト何買ったことある？え？あ、買ったことないな。おお、本当に。子供の時買ってないかな。タクレンジャーボールは買った。おお。ライダーものじゃないけど。なるほど。やってたもん。タクレンジャーボールって。ふっつって。ラグビーボールみたいなやつでさはい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 タクレンジャーって世代違うな俺か30代がハマってくれた作品じゃないかななるほどタクレンジャーブラックジライヤことケイン小杉さんがね出てたんすよあ次行ってみようか出たやっちゃいますワングループワンセットまで何回しプレイ禁止ってあ要するに俺やりました並んでますジェイソン君やりますっていうこと俺ジェイソン君俺ジェイソン君みたいなあそういうのを回しプレイあお前の分取ってやるよってことじゃないんですねそれは回しプレイじゃないのあ違うんだ一発でいけるのかいいよ気持ち右目に止めます気持ちねワンチャンあるあ惜しかったすごいすごい完璧ですあと奥行きよっしゃおどうですか素晴らしい両替チープも行いますか結構簡単かと思います迅速やってほしいなあー下になっちゃう素晴らしいサネミゲッツ続いてはこちらこれもあこれ違うかこれはちょっと手に入れたいぞそうねネットでクレーンゲームで確かどっちか取ったんだよなまだ届いてないんだけどあーしかも詰めないんだよなあーないんだやだな一回やってみよう開けゴマ。いいよ、めっちゃいいけれども。両替チープも動く気がする。ええー、500円6回ってないんだよ。めっちゃ長くない？ドキドキしたね。1000円は絶対かかるよね。やめよう。やめる。うん。ダメダメ。罠だ罠。よストップボタンはないでーすこの瞬間だったドキドキだね両替チープも行いますかダメだダメや夢の1枚100円を使った夢の国これなんかの間違いかパーク窓まぎしてますかあ知ってますよ本当に昨日も戦いました誰と戦ったの窓とまぎか魔法少女まがいまがとっすねまがいま…あ、そう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 よく言ってるよね何時間ぐらいやった？まだ見てないですねこれ、実はめっちゃ取れるお一人様、2セットまでなるほど
旦那顔やって。そっち行っちゃうのか。そっち行っちゃうのか。魔法少女はどこまでいいかって知ってますか。知ってますよ。本当に？はい、何時間ぐらい見た？アニメ見た？アニメ見たことないですね。昨日も見たって。戦ったことありますよ。マジか。はい。両替チームにお願いします。あ、いいね。窓マジ。横に移動するよ。マガイマガド。マガイマガド。ここでいいぞ。この瞬間なんと。あんま持たないでね、お願い。両替チームにお願いします。すごい。アクロバットだね。アクロバット。まさにマガイマガド。僕と契約し合いよ。え、僕なんですか。これはね、キューベイが言うの。バクタ契約中。もう一回簡単なのかやっていこう。先生、行ってみましょうか。そうですね、うん、2回で取れたらいいですね。そうだね。ジェノ君知ってる窓マギって、はい、空前絶後のね、大人気アニメなんですよ。何時間くらい見たんですか。何時間くらい。昨日も戦いました。昨日は戦ってないですね。魔女と戦う物語なんだよ。難しい。ジェイソン君はね、あれなんだっけ、なんていう名前だっけ。マガイマガド。そう、マガイマガド。恐竜っぽいんですよ、それ。そうですね。いけ。まだまだある、まだある。あー、どうなの。これを横にするべきなのか、こっちにするべき、どっち。真ん中を持つ。はい、ここで止まります。ストップボタンはないんですよね。めちゃめちゃ優しい、楽しい。ドラゴンボールよりも絶対軽いんですよ、ドラゴンボール。ドラゴンボール幅がね、狭いんで、はい、こう溜まりにくいと。そう、ドラゴンボールは幅が広いんでこう行けないんですけど、はい、この子は行ってくれるんですよ。なるほど、優しすぎる。あれ、ここどこだっけ。トップテキア東京本店。ジェイソン君、あ、これ2回ぐらいで取れるの。絶対やらないからね。マジで4000円かかったからね。え、もう今年2021年ですよね。確かに。東京2020、はい、これ何のやつですか。これね、オリンピックのやつなんですけど、はい、著作権が危ないんでやめておきましょう。あ、ちゃんと隠してる。こっちなら、今ならほら良さそうだよね。え、協定も結構古いんちゃう。はい、テンスラ。テンスラも面白いですよ、はい、見てください。え、腕組んじゃってる。そう、恐竜はね。モンハンに出てきそうですか。出てきそうですね。ラオシャンロンとリオレンス。両替チームにお願いします。あ、中間業者。そうですね。どうしようかな。ストップボタンはないです。多分奥側は軽いと思うんだよね。両替チームにお願いします。おーおー、名探偵。ほら、押せません。これ下手です。両替チームにお願いします。どうすか、これ多分押してもまだ無理なんですよ。集中しましょう。はい。あー、おおおお、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン。両替チームにお願いします。これちょっと大丈夫なんじゃないかと思って。頑張ろう。そこ。よし。ということで、ベルドラテンペストです。今もね、別のストーリーがあって楽しいんですよね。ベルトラクエスト。ベルドラテンペスト。あ、テンペストってどういう意味でしたっけ。テンペストってなんだっけな。楽園じゃなくて。はい、はい、わからないです。それ、ジェジェ君、はい、スヌーピー頑張ってる人いますね。そうよくやるなって。まあまあ動いてたような気がした、うん、変わったのかな、世界が。2センチぐらい動いてた、うん、でもガチ勢だから。え、1回で2センチ？まあ辛いよね、うん、何これ。どれぐらい開く。めっちゃ開いてくれよ。これはハムちゃんですね。そうだ。どういうこと。インスピレーションがわからないよね。ギャッパーな。
は？え？なんだ？やめてやめて。お、マジかマジかマジか。マジかパーティー。マジかパーティー。マジかパーティー。200円。これもさ、こっちも、うん、これもさ、だいぶね、長期間置いてある。なるほど。なかなかだってしんどそうだもんね。ノーマリカ。翔丹炭治郎さ。翔丹治郎。なくなっちゃったね。3種類なんだけどさ。はい、さあどこまで。いや無理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 。どんどんどん。すごいダイナミックフォームかもしれない。あら、カバオくん。そう。アンパンマン。違う、なんか違う。なんかいつもと違う。本当に？アンパンマン、なんだいジャムおじさん。やめてよアンパンマン。やめとよって。やめとよ。わかんないな。バッカカカモくん。カモくん、このくだりはもういいんだ。アンパンマン。あ、耳がハマってるよこれ。天丼マン。天丼どんどん天丼どん。なんか見つけちゃった。ミーは頑張るです。そんな感じやがった。違うんだっけ。天丼マンとなんだっけ。カツ丼マン。カツ丼マン。やった、ミーゲットです。カバオくんゲットです。オッケー。あとね、まだ2000円ぐらいあるんだ。あーすごい、いっぱいですよ結構。いっぱい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 。おお、めっちゃいいじゃないですか。でって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 でーんてでーねでーねー。入らなそうっすね。どっかリングなかけなんないかな。全部へにゃへにゃってるね。できるかな。やめよう。やめよう。うん、やめよう。欲しいけどね。もうちょっといい設定にしてもらうのを待とう。見て、あのゴジラ。これどうやってやんの。あれ押さなくちゃいけないんでしょ、これね。きっと。めちゃめちゃ難しくない。刃先で押さないといけないんでしょ。無理でしょ。あんま開かないって。関係ないんだけどさ、西武遊園地にゴジラザライドっていうのを乗りに行ったんだよ。超楽しかった。関係あるじゃないですか、ゴジラ。そう、ゴジラ対キングギジドラ、はい、はい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 、のやつが最新のテクノロジーを使って 4D 体験できる、はい、面白そう。面白いんです。ぜひね、みんなに行ってほしい。それだけ。やらないんだ。やらない。やらないんだ。やらないよ。直されてない。アンパンマンは君さん。そんななんすか。パンチしてるけど。そう、エンディングそうなんだよ。踊ってるの。なんか中毒性のある歌なんだよね。アンパンマン号いいよね。ダメだな。もう朝一じゃなくなってきたけど。プー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 さんだよ。奇跡を信じて。両替チームも行いますか。プープープー。 D の D 冒険ここに入ってたんだ。 D の D 冒険ここか。もうちょっと無理だな。欲しかったんですけど。アバンストスラッシュしましょう。え？アバンストラッシュ。いや欲しかったですけど、この設定俺無理なんすよ。違う設定になるの待とう。これをやってジェイソン君にあげるんだ。なるほど、海洋生物。そう、以前一回やって全く動かなかったの。よし、想定内。うまい。あ、俺は変わったんじゃないですか。変わった変わった。よっしゃ、よしよし。300円目。ちなみにこっちやってみよう。よっしゃー。ストップボタンはないでございます。これやっぱり動かないんだよね。重いから。だから斜めにしてもうやっていくしかないっすよね。なるほど。あ、うまいうまいうまい。まあ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 。あー、なるほどね。あー、つれっすね。このフィギュアつれっすね。よし、押し込める。やっちゃいます。押せ。あー、すごい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 。
ゴトン。リアルネイチャーストリートショック、ジェイソクにプレゼントします。はい、あとジンベエザメはね、ジェイソクに取ってもらおうかなと思いますね。なるほど。妖怪チームにおなりますか？妖怪がドキドキだね。君ならでいい。妖怪チームにおなりますか？あっと、アットマーク。これ一番左です。妖怪チームにおなりますか？ドキドキが止まらないね。やめよう。やめよう。うん。終わりじゃないですか。うん、もう一番終わったんでね。もうしっかりとやめましょう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。朝一一万円チャレンジ最高でしたね。橋渡しでね、結構取れたのは満足です。いろいろなね、新作プライズ取っていきたいと思います。それではこの動画楽しんでくれた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイビー。